どうも、社畜です。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、これを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてですね、みんな、朗報だ。画面見てもらったらわかると思うんだけど、なんとね、あつ森同梱版。抽選じゃなくて、先着順のところを見つけました。それはですね、ローソンです。ロッピーで購入できるみたいで、具体的な予約開始日としましては、朝の10時からみたいですね。ちなみにこの画面なんですけど、公式から抜粋しております。なのでね、僕的には、ゲオとかビッグカメラとか古市とかに行くより、多分ローソンのロッピーで予約した方がいいんじゃないかなと思いますね。で、もしね、そこで先着順に敗れたら、午後から、予約している店舗があるので、そこに出向くみたいな、多分そういった形の方がいいんじゃないかな。まずは最優先で、ローソンに行くと。それがおそらく、一番入手しやすい方法じゃないかなと思います。あとはですね、ローソン以外にも先着予約をしているところがあって、具体的にはヨドバシカメラ、トイザラスも同様に先着予約みたいですね。だから人によってはヨドバシカメラとかトイザラスに行ってもいいかもしれませんね。ただ、目に見えて絶対人が多いと思うんですよ。特にヨドバシとか。確実に深夜から並んでる人もいるから、多分ね、田舎のローソンとかの方がいいんじゃないかなと思いますね、個人的には。それとは別途、ウェブでも先着予約をしているところがあるみたいで、ソフマップと小島ネットも先着予約っていう情報が今のところ来てますね。だから別にそっちでもいいんだけど、個人的にはやっぱローソン推しかな。多分ローソンが一番入手しやすいんじゃない？はい、そういったところでね、本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、これからもね、こういった形で、あつ森の最新ニュースであったりとか、話題になっていることを取り上げて動画にしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとはですね、もしこの後暇でしたら、飛び森実況や E プラス実況を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。